あ、でもこれ見て。あら。あら。はい、皆さんこんにちは、ムシオカです。本日はコーカサスオオカブトの産卵セットを暴いてみようかなと思います。以前、横浜鶴見にあります昆虫ショップヘラクレスの里さんにお邪魔した際に、コーカサスオオカブトのワイルドのペアを購入してきて、そちらの産卵セットを組んでみたんですけれども、あれから1ヶ月ぐらいもう経っておりまして、そしてもう産卵セットの中でメスも死んでしまったので、ちょっと産卵セットがどうなってるかというのを見ていきたいなと思います。でもなぁ、なんかちょっと微妙な気はするんですよね。というわけで見ていきましょう。どうぞ。さあ、というわけでこちらがコーカサスオオカブトの産卵セットでございます。もうメスは死んでしまったんですけど、でもこういう産卵セット組むと大体横から卵とか幼虫なり見えるはずなんですけど、見えないんすよね。いや、だから正直望みはかなり薄いです。いや、でももうこういうのはチャレンジよ。コーカサス初めてだからね。さあ、出るか、いきます。ちょっとこのサイズの産卵セットを暴くにはトロ舟がちっちゃいよ。よいしょ。あれ、でもなんか下が固まってるな。結構そこまで潜ってたはずやねんけどな。あー、なんかガチガチのままだわ。なんか多分俺がね、パンチで詰めた硬さそのままな気がするね。あー、ないね。これは2ヶ月置いといてこんだけ崩して1匹も出てこないなら、やっぱりこれはアウトだな。あ、でもこれ見て。あら。あら？これ多分卵の跡だよね。無精卵やったのか、卵の状態が悪かったのかっていう感じな気がするな。これ絶対卵だと思うから。いや、やっぱり交尾がね、短かったっていうのが原因なんかな。まあ、あのコーカサス自体が成虫のワイルドで、しかもお店に着いた時からメスがブン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 飛び回ってて、それを見た店長さんが、おそらくここまで飛び回るのは、もう交尾済みで産卵場所に行きたい可能性が高いねっていう可能性をしてたから、まあだから交尾がね、ちょっと10分で終わっちゃったけど、組んでみるかと思って組んでみたんですけどね、もしかしたら無精卵やったんかな。もうちょっと深く交尾させておくべきだったか。いやー、残念。コーカサスオオカブト、幼虫取れませんでした。いやー、多分、原因は2パターンありますね。まあ、まず一つが、さっき言ったみたいに、交尾がうまく成立してなくて、産卵したけど無精卵やったっていう可能性。あともう一つは、コーカサスオオカブトも、ミヤマクワガタとかと一緒で、結構低温管理しないと産卵しないらしいんですよね。なんか22度とかそれぐらいが一番産卵させやすい温度らしくて。まあでも、無償化の家もね、夏場、クーラーかけてたけど、まあ25とか6とかそれぐらいの温度だったと思うので、まあちょっとそういうところも原因してうまく成功しなかったかなという感じでございます。いやー、残念ですね。ちょっとショックだな。コーカサス育ってみたかったな。ちょっとまた挑戦させてください。残念。はい、というわけで今回はコーカサスオオカブトの産卵セットを見ていくという動画でございました。ちょっと残念な結果となってしまいましたけれども、また今後挑戦していけたらなと思っております。まだまだ無償化の家にはヘラクレスオオカブトの幼虫もいるので、またカブトムシの幼虫飼育とかもお届けできたらなと思っております。この動画が面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。無償化でした。一体愛って何ですか。どんなに抱きしめても人もたや